もうこんな時間か。18番倉庫か。よし。どうした、五郎？歩いてたら、いきなり、あの船員が。Hey, schoolboy, come on! お前、兄貴ここまでおいで。待て。聞いたか？引っかかったね。来やがったな。お前ら何を企んでる？知らねえな。うわっ！お前ら、よくもゴロを。息になるダメね。なんだと？気をつけるね。今度はユウだけじゃ済まないよ。何？ユウのファミリーやフレンドがどうなっても知らないね。貴様！うっ！
フォークはこの先には行けないよ。
はい、お疲れさん。ほら、今日のバイト代だ。どうも。あんちゃん、ノルマ達成だな。明日から50円アップしてやるよ。荷物1個につき500円だ。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくな。はい、お疲れ様でした。リョウ、ガッツンティップス、変な情報ゲットしたよ。変な情報？奴らがひそひそ話してた。流殺が近づいてるって。流殺？多分マッドエンジェルズの取引のことだ。奴ら妙にピリピリしてるからな。流殺？取引はいつなんだ？あの、二人組のことなんですが。もういないんじゃないかな。そうですか。マーク。リョウ、ビッグニュースだ。え？トニーとスミスがもうすぐ流殺だと話していた。本当か、マーク。それでいつなんだ？多分数日後だ。わかった。 Be careful, リョウ。ああ、マークもな。 No problem。 俺よりもお前のことが心配だよ、リョウ。流殺の日、どこかに手がかりはないかな？簡単にはわからないだろうな。奴らにとってとても重要なことらしいからな。あいつらに直接聞くしか方法はないのか？そうかもしれない。だが、リョウ。わかってる。でも、危険は覚悟の上だ。リョウ。